本日の動画スティックディフューザー、まだまだ暑い金沢市 31.8 度の武家屋敷跡です。一連の流れを Vlog 形式にしてます。本編スティックディフューザーは概要欄のスキップ告示をご利用してお楽しみください。おまけの季節のスイーツも見てね。本日は画期的なアロマ用品が入荷しました。なんと火も水も使わないディフューザーです。しかもコンパクトで場所も取りません。こちらがナイスビューです。ぜひとも武家屋敷跡に秋の行楽でお越しください。それでは急いで店に行き見てみよう。土曜日のためなかなか人通りも多いです。突き当たりせせらぎ通りを右に曲がります。アロマ工房拓也到着。本日もいい香りを提供いたします。準備完了。暑いですが夏の終わりの晴天です。本日は火も液体も使わないスティックディフューザーを紹介。安全でコンパクトでおすすめですよ。スティックディフューザーを見てみよう。アロマ工房拓也へ行こう。いらっしゃいませ、ようこそ香りの世界へ。店舗中央右側上段、スティックディフューザー3種類。香りは3種類、人気のホワイトムスクの香りもあるよ。スティックディフューザー3種類。なんと火と液体を使用しないディフューザー、驚き、業界初。しかもコンパクトサイズです。スティック自体が香るディフューザーで液体不使用、しかもスタイリッシュ。ディフューザーは火を使わないので売れているのですが、弱点として液体をこぼしたという声もたまに聞きます。またペットやお子様が倒したとかの話もよく聞きます。そういった意味で火を使わず液体も使用しないため最強のディフューザーかと思います。液体がない分スタイリッシュです。場所を問わず楽しめると思います。スティック自体に香りがついていて6本付属していて3本ずつを2回分楽しめます。持続時間は約1、2ヶ月ほど楽しめます。使用時期を分ければ2度楽しめます。とにかく置くだけなので楽ちんで安全。ちなみに液体タイプはこんな感じです。これがこぼれたらと思うと怖い。ただ液体も捨てがたいようないいところがあります。液体ディフューザーのメリット、揮発しやすく香りの拡散が早い、あと量を確認し、あとどれぐらい使用できるかの確認がしやすいというメリットもあります。さあ、あなたはどっちを選びますか。いい香りですよ。今から香り紹介をいたします。スティックディフューザー3種類香り紹介。商品の中身を見てみよう。すっぽんと上蓋を取ります。土台とスティック6本が入っています。スティックは3本ずつ使用するので、使わないものは筒の中に密閉収納できます。スティックディフューザーホワイトムスク。みんな大好きホワイトムスク。ベルガモットとミントの透明感に深みのあるムスクが溶け合う、すっきりとした温かさと落ち着きを感じさせる香り。拓
昨夜の乾燥、すっきりしたムスクで爽やかさと冷涼感と清涼感があります。迷ったらホワイトムスクをチョイスしておけば間違いないです。では次の香り。今回偶然倒しましたが、こんな時液体だったと思うとゾッとしますよね。早速実演しとる。スティックディフューザーは液体ではなく安心です。土台を戻して刺せば元通り安心。ちょっと動揺しとる。それでは続きで次の香り。スティックディフューザーアールグレー、新しい香りです。期待。爽やかなベルガモットのトップノートに芳醇な茶葉のブラックティーが溶け合う、ぬくもりと安らぎを感じさせる香り。昨夜の乾燥、茶葉のビター加減もいい感じで表現されている。優雅な空間にぴったりのおしゃれな香り。スティックディフューザーメディテレーニアン、シトラスとグリーンの軽快なトップノートから透明感のあるフローラルノートへ続く爽やかなアクアティックフローラルの香り。昨夜の乾燥、深みのある落ち着いた香りです。香りの奥に爽やかさもあり、落ち着いた空間にぴったりの香り。寝室、高級なゾーンにおすすめ。ディフューザーは見た目も重要。設置したイメージを見てみよう。なかなかコンパクトでスタイリッシュです。季節、場所、和風、洋風を問わずどこにでも合うと思います。夜になってしもた。以上、すべて終了しました。とにかく、液体がないのは斬新でした。長時間、動画ご視聴ありがとうございました。おまけも見てね。半生の干し芋。お芋の季節がやってきました。原料はさつまいものみ。芋屋カフェ、たのさんのセミスイートポテト。少し柔らかい。しっとりと素材重視の干し芋。見た目はしっとりしている。しっとりねっとりしてシンプルな干し芋。おいしい。素材の良さが生きている。長時間、動画ご視聴ありがとうございました。また見てね。